おはようございます。おはようございます。今日はどんなスタートですか？今日は料理を作ろうと思うんですけど、エミリちゃんがちょっと遅れてるため、ちょっと近所に連れに来ました。なるほど。なんで食材ゲットはさすがにこのシーバサッチ食べれるかわかんないんですけど、とりあえず釣りをして魚を釣りたいと思います、楽しい楽しい。全くないです。俺もない。ないですか？ない。釣れねえな。あの、いるのかな。聞いてみます。聞いてみて。そこら辺に10匹、そこに5匹。よくそうなの。こっち未知数です。うん。料理道具はあんの？道具ですか？うん。道具も買う予定でした。あ、ほんと？あ、これから？はい。これから？はい。包丁ある？包丁は、普通の包丁あります。ただ、デバ、思いっきり、骨砕くようなデバ包丁と、あと、刺身包丁はないですね。ない。っていうことは、まあ、ほぼないってこと。魚焼く設備は？魚焼く設備、コンロはあります。コンロと、下の、なんでしたっけ、グリルがあります、使ったことある？いや、グリルは今日使うのであれば初使用です。おお、新品。グリル新品です。新品グリルです。調味料は油ある？油 OK です。醤油 OK です。なんだ、塩コショウ。塩コショウ OK です。バターナイス。バターない？バターないです。バターない人いました。家にバターがない人。バターって普段どんな料理で使いますか？パンに塗るよ。パンに塗りますね。ああ、パンか。パンに塗ったり。食パンまだ食べてないっすね、東京来てから。マジでマジで。はい。朝はどんなの食べる？朝ご飯派なんですよ、自分。ああ、しっかりちゃんと炊く？炊いたのをまあ冷凍保存とか、朝にタイマーセットしてやってる。すごいな。うち米農家なので、実家が、米は支給してくださるので。なるほど。でもうちには来ないね、米。そうですね、すみません、来年しっかり送ります。新米。父は朝ごはん？朝ごはん僕基本的に何でも食べてます。今日はピザ食べてきました。朝ピザ。朝ピザ。朝からピザ。昨日は？昨日もピザです。すごい。昨日もピザ。一昨日は？一昨日はおにぎりです。おお、いきなりバーで。朝絶対食べる人？絶対食べる人ですね。食べないと乗ってこないっていうか、一日が。はい、料理をするために食器等を買いに来ました。まずは台所コーナーに行って、鍋ととかお皿。行きましょう。あった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 、すごい、こんなちっちゃい可愛い一人用があるんですね。そうっすね。朝春巻き一本だけあげるとかできるじゃないですか。あと、すくうやつは、さあ、どれでしょう。あれ、トング。ちょうどいいじゃないですか。まあ、ちょうどいいけど、まあ、できないことはないけど、違うよね。これいいんじゃないですか。サイズいい。これいいでしょ。あ、いいでしょ、これで。絶対すくいづらい。これもなかなかやりづらいよね。そんな左手持てないし。なかなかいいのが。やりづらいですよね。これ曲がってないんだ、普通。こんなもんなんですか。これですね。ショーでいいじゃない、ショー。ショー。これ、目のあれですよね。あ、え？ああ。目の粗さですよね。198円って、もしかしてこれ？これです。なんでこのラインにこれがあるんだろう。なんか必要なのかな。なぜか飛んでるよね、こう。でもしっかりここにもう一回間挟まってるんですよ。しっかり。あとは食材です。食材行きましょう。スーパー。スーパー。スーパー。
とマーガリンとバターじゃない、バターじゃない、バター、バター、玉ねぎどう？エミリちゃんは料理うまいの？わかんないです。初謎、謎です、謎です。もうなんかできそうな雰囲気は、雰囲気はあります。個人的にこれ腹の目、腹の目、これ腹の目、多分ね、第一はダメ、あ、ダメ、大人の味。あとはマーガリン、バターです。どうや、どうや、どうや。昭和、天ぷら粉。第一は平成生まれだっけ？そうですね、平成生まれ。使えないね。え、使えないの？昭和生まれの人しか使っちゃいけない。あ、そうなんだ。使うと、じゃあ天ぷら粉使用なんとか法に違反して捕まっちゃう。そんなの初めて聞いた。じゃあ結構重いよ、重いよ、懲役5年だよ。ちょっとダメじゃん。あいつちゃっかり自分のポイントカード、ポイント貯めてるで。本当だ。どう思う？ちょっと良くないと思いますね。横領なんだよ、横領。めっちゃカメラ目線になりましたね。分かってる。違うでしょ。その場で 3% 現金値引きです。あ、安くなんだ、はい、すごい。冤罪を、冤罪を主張して。レイジーハウス、ここの倒しておきます。ここから久しぶりなだけで。